人造ケーシングに詰めたユダヤ風キシュケキシュカまたはキシュケとはスラブ語で象を持つまたは蝶を意味し転じてソーセージや肉のプディングの名ともなっているグレービーソースをかけたユダヤ風キシュケ東では豚の腸に豚の血と大麦または蕎麦の実を詰めて作られるブラッドソーセージの一種である朝食に食べることが多いキシュカを盗んだのは誰 という有名なポルカの楽曲がある。東欧系ユダヤ人のキシケは、カーシェールな牛の腸に牛肉と、マッツァーナシュマルツ、ニンニク、玉ねぎ、香辛料などを詰めたものである。マッツァーナの代わりに小麦粉を用いることもある。血は、カーシェールではないので用いない。キシケの色は、パプリカの粉末の含有量によって異なり、火を通すと灰色から赤褐色になる。近年では、 シュマルツを植物油で代用したり、蝶の代わりに人工ケーシングを用いることもある。カーシェールな課金の首の皮から骨を抜き取り、キシュケと同じ詰め物を詰め、食べられる糸で縫い合わせたものは、ヘルツェルと呼ばれ、しばしばジョレントに加えられる。キシュケはカーシェールな肉類を扱う肉屋やデリカテッセンで手に入る。イスラエルでは、ほとんどのスーパーマーケットが冷凍食品コーナーに、 岸家を置いている。ありがとうございます。